よろしくお願いします。まずこれ、1、2週間ね、これでハマってるの。アプリを作りまして、まあ、自分の名前は永田大輔と申します。フリーランスの iOS エンジニアです。でこれ昨日、今日登壇があるから、まあ、書いたんですけど、で、まあ、この文面にあるように、まあ、今日はアプリ内課金と Swift 3.0 でアプリ内課金と、まあ、9月12日からちょっと BLE の Bluetooth の本を読んで、アプリをさっと作ってリリースして、まあ、それで実際に Swift 3.0 でアプリ内課金が成功したので、その話をして、あと先月、ジェネリクスという型が Swift にはあるんですけど、そちらの応用を今日朝起きて、あ、パッと作って、でそれをちょっと共有したいと思います。で、まあ本日メモリスティック持ってきて、でそちらに有料アプリの全部動くのが、まあ、申請取ったのがあるんで、欲しい方はそのメモリスティックのこの中にあるコードをお渡ししますので、でよろしければお声をおかけください。でじゃあ初めにちょっとどんな Bluetooth アプリ作ったかっていうと、まあ、これ連携させて、まあ、言葉を入力すると言葉が出るよってやつで、でこう、どうだセッション、まあ、こんな感じでセッション、でこれスワイプでこう登録してるからセッションどうだみたいな感じで、で、でこれここに復元ボタンっていうのがあって、これを押すとアプリを購入してる場合は再度、こういうふうに UI がちょっと変わったと思うんですけど、これで有料の方に画面が移動できましたっていうような処理とかを、まあ、して、アプリをインストールしたり別の端末でインストールしても、購入の方が問題なくコンテンツを楽しめるというような処理を、Apple の重要項目であるんで、それを順番に説明していきます。で、まあ、こちらは、本日の登壇してさせていただいた運営の方々の本なんで、よろしければよろしければ読んでください。これを見てまた応用アプリも作っていきたいと僕は思ってますので、皆さんも見てみてください。で、次、じゃあ僕はアプリ内課金を実装したのは非消耗型です。アプリ内課金は4つの種類があります。消耗型、非消耗型、自動更新型と非更新購読型、まあ、本とかなんかいろんなコンテンツアイテムとかをどんどん買っていくのはこっちの下から2な感じですね。で、まあ、自分がリリースしたアプリです。 Bluetooth がメインで、これにどんどん機能を増やしていこうかなと思ってます。でちなみに自分フリーランスなんで、その Bluetooth のアプリ作ったらそういう連携系のアプリの仕事が、いただけまして、新規で Swift 開発とか11月からやっちゃったりします。はい、10月はもう仕事終わってるって分かってて、で10月になったらじゃあ面接始めようかって協力会社さんの人とお話ししてたら、プロトタイプアプリとかいっぱい作ってるせいかすぐお声が来て、もう行った瞬間にじゃあお願いしますって感じで、そこで決まって、いや、やりたいことをやらせていただいて、もっと頑張ろうと思ってます。ありがとうございます。で、重要ポイントはリストア機能と復元機能。先ほどデモでお見せしたのが復元機能、もう一つはリストア機能。 Apple はここを厳しく見ます。 4、5回リジェクトいただきました。で、はい、ユーザーが購入したタイミングで何かの表示にアプリがバックグラウンド、ホームボタンとか、まあ、あとは非通信機内モードとかになったりした時にコンテンツが取得できない不具合が起きる事象があるらしくて、ユーザーの人がお金を払っているのにコンテンツサービスが手に入らないっていうような状況を防ぐためにリストア機能があります。で、復元機能は先ほど説明した内容です。で、アプリ内で今の重要ポイントを頭に入れつつ、アプリ内課金の手順を順番にお伝えします。まずは利用規約、ライセンス、法律とか
そういうのをまず調べて、まあ、トラブルにならないように法律を調べた上で、行動した方がいいと思います。で次に iTunes コネクトでプロダクト設定を実施する、まあ、開発者設定してお金を1万いくらかアップルにお金払って、まあ、それしないとまあできないんですけど、まあ、プロダクト設定をするというのはどういうものかというと、アップルの公式のリファレンスがあります。でそれに、こういったようなライフサイクルってこう、まあ、購入者がアップルストアに行きました、アプリを選びました、購入のコンテンツを買いましたっていう時にアップルのサーバーの方ではいろんな、トランザクションっていう、まあ、処理を行われて、まあ、内部的にこうその個人のユーザーの情報とかも取得して、行っているライフサイクルがアップルのリファレンスに書いてあります。でそれはどこかというと、ちょっとアップルの、あ、これですね、アプリ内課金の手順、これ、まあ、今日のスイフトビギナー使いの場所にもこの資料を挙げているので、これを見ていただくと日本語版で結構見やすいので、アップルリファレンスのを読んだ方が結構早かったりします。で、まあその読みましたと、じゃあ具体的に何するんだよって時に iTunes コネクトってアプリをリリースする中ですることがあります。1テストフライト設定をする、2サンドボックステスター設定をする、でこの2つでアプリ内課金の処理を完成させる処理があります。なのでアプリをリリースする際にここの手順を必要とします。まあ、具体的にテストフライトっていうのはアップルからメールが来てアプリが通知されます。でそのアプリは自分が作ったアプリです。でそのアプリがちゃんと動くかどうかテストする、それはチームでも Gmail とかで共有できるようなサービスです。でサンドボックステスターっていうのはそのアプリがアプリ内課金かを試すためにはやっぱり個人の Gmail とか個人のユーザー情報が必要なんですけど、でそれをテストするための仮のメールサーバーみたいな形です。でそれで仮でメールを入力して App Store でパスワードとかを入れて購入ボタンを押して処理がちゃんと動くかっていうようなことを試すためにサンドボックステスターっていうプロダクトがあります。でこれは無料で設定ができます。で、まあ、それを2つを iTunes コネクトで実施して、でその後、まあ、この iTunes コネクトの中にアプリ内課金の金額設定とかあるんですけど、でそこで注目すべきは製品 ID、 この製品 ID っていうのがアプリの中の固有のパスワードで、そのアプリが本当にアプリ内課金なのかどうかを試すというような、処理をするので、この番号を使ってプログラムコードを書きます。で、まあ、この完成されているプログラムにはここに製品 ID 書いてくださいみたいなメッセージを記載しています。これはまあ仮のパスワードなんですけど、こうやってまあ設定しますと、これが間違ってると、アプリ内課金の処理ができなかったりします。でメソッド、いろいろあるんですけど、ライブラリーが、まあ、Apple 純正はストアキットというものです。で、これ順番にこうやって見せていっても多分何のこっちゃって思うと思うので、この中の僕が申請通ったやつをこれあげるような、あげたいようなあのプログラムコードなんですけど、例えば課金チェック、あ、これはメッセージか。まあこういう感じで、購入ボタンを押した場合っていう、まあ、処理がここなんですけど、その時にこの NS セットっていう場所でさっきの製品 ID が入っていれば、これ文字列なんですけど、そこでこのセットっていう変数に対してこの SK プロダクトリクエストっていうメソッドの引数でこのセット、その製品 ID のパスワードがストリング型に変換されて、
これ僕はオリジナルで、オリジナルっていうか、まあアシスト、Xコードのアシスト見ながら作ったんで、もっといいやり方があるかもしれないですけど、まあそれで要はこのセットの変数をに対応してプロダクトリクエストスタートっていうメソッドが走らせたりとかっていう処理をしております。でこれはよく何度も見たり して実際に動かしたり、こういうプリントで処理、プリントでその変数の中を確認したりして見ていかないと、このロジックは一言二言では、すぐ始めた場合はわからないと思います。何度も見て何度もプリントで繰り返し確認して、あとはブレイクポイント、デバッグで電気の流れをしっかり追って、そうやっていかないと理解できないので、まあただこれは動くんで使いたい場合は使えると思います。で先ほどのアプリで、まあそういった今ババってなんかこうちょっと大まかに話した流れの中で重要なポイントは4番と5番のこの購入履歴が確認できた場合と、アイテム購入処理、ここで復元処理とリストア機能っていうのが実装しています。コードの中でこれなんか両方同じように見えるんですけど、さっきの説明のように微妙に違うんですよ。繰り返し言うと、リストア機能に関してはこれなんかケース分本当はもっといっぱいありますで、リスト、機能に関してはその機内モードとか電波悪い時とかの予期せぬ場合の対応で、こっちの復元はいろんな端末から一回買った場合にでもサービスを、楽しめるというような処理をするのがこれで、これで要はコピペしてインターネットで貼り付けると海外の情報もあるし日本の情報もあって、いろんな書き方されている方がいるので、それで自分に合ったパターンを試すっていうやり方がすごい応用力が増えると思います。でまとめ、非消耗型のプロダクトを本日は紹介させていただきました。次回アップデートする際は、今勉強してるんですけど OpenCV っていう、まあカメラや動画に対していろんなこうグラフィック4次元立方体っていうものがありまして、それを使って関数使っていろんなこう UI を表示させるっていうのが、まあ、OCR っていうのは文字解析なんですけど、その両方2つにその考え方が、取り入れられているので、それを使って今のアプリをアップデートして、なおかつ別のアプリ内課金を実装したいと思っております。今年中にそれをまあ、自分の仕事以外で勉強してやりたいと思いました。で、まあ、その時にまた知見があれば、有効な知見があればそれは共有して皆さんのためになったらいいなと思います。で今日朝起きてファーッと書いて、あこれ使えるかなと思ってファーッと書いて、コンソールでできたんで、あできるわと思ったのが、これ何書いてるかっていうと、レスポンス情報、 Google さん、 Apple さんから情報をもらった時に、その URL は同じ情報なのかっていうのを判断させて、で同じ場合はこの URL、 このレスポンスデータ、違う場合はこのレスポンスデータっていうのを作りました。でこれどういうメソッドかっていうと、まあこれがメソッド名、比較セッティングっていうメソッド名で、でこれは、ジェネリクスっていうパターンを使ってるんですけど、これなんか見づらいなって思うと思うんですけど、この濁点とかが結構終わり目だったりするんで、どっからどこが効いてて、どっからどこがまた違うものなんだっていうのを見るとき、濁点とかこの括弧とかを見ると、あここからここまでねみたいなのが分かると思います。でこれは判定してるんですね、このコンパータブルっていうので、で T っていうのはまあ、ジェネリクスのパラメータで、イントにもなる、ストリングにもなる、どんな型にもなるっていうのためのパラメーターだから、 G でも Z でもいいです。でこの S1 っていうのは自分が定義しました。この MS プロトコルっていうクラス名も定義しました。この定義に対して、でこのラベルでさらにデータ1っていうのを、
引数で定義して、で、でそれはこの S1T は S1、まあ、今回は2なんですけど、2と合ってるのか判定させますよっていうのをこの where 文で書いて、それがこの、まあ、これイコールっていうのでこれ書いてあるんですけど、でそれがで、まあ、コンパータブルで完成させるっていう意味なんですけど、これ慣れちゃうと結構楽なんですけど、慣れないと多分分かんないんですが、慣れるとそんな難しくないです。で、まあこれプロ、ジェネリクスの型なんですけど、まあ、ここで引数とかクラスで使うその引数やメソッド名を書いてます。これメソッド名ですね。だけどここで t って書いてるから、ストリングにしようがイントにしようが自由なんですよ。でこのチェンジはじゃあどこで使ってんですかって時は、ここのここですね、ここの中でストリングで値を設定させて、UR レスポンスを返すメソッドを書いてます。でそれをまあこっちは Apple さん、こっちは Google さんっていう形で、でそれをビューコントローラーで表示させると、これまあ違うんで、違う場合は URL が違う場合はこっちのデータ2 UR セットを呼び出してくださいって書いてるんで、こっちが呼び出されるようになります。でこのデータ2 UR セットっていうのは、こちらのこれですね、セッション2、セッション2のことを呼んでます。それはこの上で定義してます。ここのここか、ここで定義してます。でその結果を見せるのは、多分これを本当に自分で実際に動かさないと分かりづらいかもしれないので、じゃあどういうふうに使ってるんだだけでもお見せしたいと思います。ビューコントローラーのこれ全部コンソールで出るようにさせてますが、ここですね、ここで出力結果サンプル10っていうクラスを呼ぶと、まあ、比較セッティングでさっきの上と下が呼ばれますと。で、if 文でどっちが合ってる場合は上、間違ってる場合は下っていうふうにな引数でセットしているので、プリントで出力されると、まあデート2の方が呼ばれるようになるんですけど、でこれで何をしたいかっていうと、僕はIoT とか機械学習とかアルゴリズムとか機械が考えるようなシステムを作りたいと思っていて、例えばその データの情報をこう取得して、そのレスポンスデータが正し本当に正しい情報と、その個人の、まあ、肉体の情報とかと一致させて、その時にその場合だったらどういう結果を出すみたいなロジックを書いていけば、アルゴリズムが作れると思った、朝起きてちょっと思ったんですけど、こういう感じでその OpenCV とかの 3D ロジックとかあるんですけど、そういうのを駆使してそれを UI に表現できたらいいなと思って、今一冊の本をその、まあ、C++ でそれ書いてあるんですけど、それを頑張って680ページあるんですけど頑張って読んでます。でも Xcode これ Xcode 8なんで、こういう基本のメソッドとか引数を使わないと呼べないんで、で今回本をいい本が基本となるいい本が出版していただいて出版されたので、この本の呼び出し側も読みつつ、難しいことを考えると頭痛くなってきちゃったりするんで、その基本と難しい、基本と難しいを繰り返しながら、自分のやりたいことを継続して頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。